はい、かねさんです。みんな元気ですか？僕はなんか花粉みたいなくしゃみ、鼻水がね、ここ6月ぐらいに入ってすごくひどくて、なんか調べたら、もともとは18歳の時から花粉症がめちゃくちゃあるんですけど、バイクがな、ヘルメットかぶらなくてもいい時からいきなりなっちゃって、だから40年ぐらい花粉症で薬も飲んだんだけど良くならないんで、まあもう薬はやめましたね。で調べたらね、鴨ヶ谷花粉症っていうのが今あるんだってね、イネ科の。それかなと思ってはいるんですけど、そんなグズグズ言ったらごめんなさい。よろしくお願いします。今日はリメイク、ちょっとまあ僕が何年か前にあげたカエルの作り方を、これすごく簡単なので紹介させていただきながら、前こう紹介した時に足りないなって今改めて見ると思うこともあるので、それをフォローしながらやってみたいなと思っています。でね、大問題があって、これね、カエルね、昨日、まあ、たくさん作って患者さんとか子供たちにあげたんですよ。そしたらね、めちゃくちゃね、不評ですカエルで、書いて嫁に聞いたら、まあカエルはね、特に女の子は嫌いな子多いよねとかって、僕な3歳ぐらいの女の子に昨日、お花とカエルどっちがいいってちょっと調査させてもらったら、お花を選んで、これカエルは好きじゃないって言ったら、うんってなんで、ちょっと考え方を変えたいと思います。今日はこれもスタンダードなグリーンを使ってるんですけど、じゃあちょっと色変えたらいいんじゃないかなと思って、なんかね、色を変えてみたいなと思っているので、早速進めていきたいと思います。これくっつきがあるのは、だいたいまあ、今3大メーカーあるでしょ？クアラテックス、ジェマール、センペルテックスが3大メーカーだとは思うんですけども、くっついてるのはだいたいジェマールが多いですね。で、ジェマールを使ってやってみたいと思います。この白はちょっとジェマール、白、まだ日本にハマシ入ってきてないんで、今。これは、多分センペルテックスですね。音の違いも感じながらやってみたいなと思っています。よろしくお願いします。膨らます長さは、だいたいまあ、12.5 センチだと、ちょっと長いかなって感じなので、12.5 センチよりもちょっと残るぐらいで、うわ、これくっついてるでしょう。ほら。一応ね、ほんのまれに割れる時もあるんだけど、だいたい大丈夫なんですよ。うわ、割れた。割れた。割れるね。くっつきがひどいと割れるんじゃん。うわ。すいません。びっくりしたね。はい、行きます。ジェマールには注意。くっついてるのが激しいやつ。これ 12.5 センチよりもちょっと長めにしてあります。はい。結びます。片手結びの方法は再生リストの初心者のところを見てください。行きます。とっても簡単です。2本しか使えません。まず大きめのピンチツイストを作ります。最初に作るときはこの首のところを持っておいて、これを僕はこうつまんで引っ張って回します。ちょっとここが近づいたらいいので、近づけながら引っ張りながら回すと摩擦点が少ないので割れにくくなると思っています。はい、次いきます。軽く握りながら丸を作ります。丸の大きさはだいたい10センチぐらい、4インチぐらいですね。これちっちゃいぐらいかな。いいや、これにいってみよう。はい、できましたね。ちょっと空気を送って、この長さ結構短い方が可愛いので、これも3インチぐらいかな、 7.5 センチぐらいのところに来たら、これを3つピンチツイストを作ります。途中で作るときは丸を作って横にして引っ張ってます。こことここを近づけるように引っ張って、空気が抜けやすい毛しっかり回してね。はい、いきます。あ、今空気の色が起きてる。しっかり回して 1,2,3 回しましょう。
つこう今音を消しますからね。このセンターがずれてると思うから一回一緒に引っ張ってもらいます。はい、できました。次は、上に上がっていきます。同じ長さになるようにここで長さを決めてからでもいいので、ひねってここにクロリニットを回します。回す時も一緒に持って引っ張って回す。はい、で、こういうふうにセンターがずれてる時にはわかる？センターがずれてますよね。これの時にはあのセンターが合うようにこれで合ってくれましたね。はい、これでもう一回下ろします。下に3つのブロックができるような感じだから長さを決めてから行ってもいいです。決める。はい、できましたね。もう間もなく完成です。足の2つ作って終わりますので、空気を送って柔らかくしておいて、まあ、余裕を持ってできましたかね。はい、これをこっち側に行きます。回しながら移動、僕は移動するときは回しながらやっています。回しながら、はい、最後に同じぐらいの輪になるように見比べながら、まあ、このぐらいかなと思うところを回します。決めてから行ってもいいし、そうだね、このぐらいだな。決めたらこれを近づけたいので引っ張ってます。ゆっくり引っ張ってます。でこれちょっと余ったので、これでもちょっと余りが多いよね。こういうのはカッターで先をつまんでカットするといいです。はい、残りましたね。これがね、これをもうこんだけしか長さがないときは、僕はもう指2本で結ぶんですけど、左手で持っておいて1個の指に巻きつけて親指を押し込みながら人差し指を引いていくっていうのをやります。いきますね。ちょっときついな。よいしょ。はい、結べました。でこれはまあ適当に巻きつけてもらっていいので、あら戻っちゃった。ちょっとお消します。はい、できましたね。これを整えていきます。だから要は下に3つピンチツイストがあって上に1個あるような感じ。正面は2つ揃ってるところがいいので、こっち側にで手がこうなってるようにしたいから、こういう感じで揃えて横にするんだけど、できればこの足のところの隙間にこれがちょびっとかかるぐらいだったら安定するかな。で後ろのピンチツイスト1個も後ろに置いていきます。これはもう上を回したら整えれるからね。これ、前これがいいかなと思ったらこれを持って一周させるとできると思います。なんでこういう感じで、はい、これで一応できました。次白を膨らませます。これセンペルテックスだよね、多分ね。はい、いきます。そんなに使わない。あ、やっぱ音が大きいね。まあ、金すぎなんかな。私金すもしょうがないんだけどね。こうやってやると長さが取れるのでおすすめです。目の大きさはもう自由です。ちっちゃくてもいいし大きくてもいい。
で、この中に一回入れていきます。はい、これをね、ここにね、差し込んでいく。差し込んで引っ張ります。だからこれが通るだけの輪の大きさがないといけないんで、あんまりちっちゃくしすぎると通りにくくなるからね。まあ、これが最低限ぐらいかな。最低限の大きさかな。通します。よっと。パチッと。で、これを、こっちが正面なんで、この長さによってお腹の大きさが決まるので、短めにしたかったら、短くしたらいいと思うよ。これで、こうやって。いや、このぐらいがいいかなと思ったら、ここでもう決めて、うん、決めて、これもカットします。パチッ。で、結ぶ。結んで、この足と足の間に持ってきます。ギューンと引っ張ります。ギューンと引っ張って、いらないところは取る。といいと思います。はい、じゃん。はい。こんな感じです。回転します。後ろが3つ、体が3つ。で、これね、明日行って試してみるわ。ピンクだったら受け取ってもらえるかどうか。女の子。はい、顔を描きましょう。ダイソーさんの具は油性ペンを 5本セットの黒を使っています。すごくいい。うん、ダイソーさんの。ノリがいいですね。前はマッキーとか使ってたんだけど、安いし。顔は自由です。お好きな顔を描いてください。おお、いいじゃないですか。かわいい。僕がかわいいって思うのと、嫁がかわいいっていうのは違うんですよね。はい。ほっぺた、ほっぺたいいかな？ピンクじゃけ。やめとこう。できました。で、サムネにね、載せておくんですけども、今回はジェマールの、パステルシリーズ、ごめんなさい、鼻が。パステルのシリーズで、いろいろ作ってます、もう、はい。ライラックかな？ベビーピンク、ライラック。かわいい。はい。おお、いいじゃん。あ、しぼんどるね。ちょっと、これは。まあ、作り直そう。はい。これは、アクアマリンですね。アクアマリン。と、これが、マスタード、ピョン吉みたい。マスタード、これが最後かな。これが、ピーチですね。はい、できました。カラフルなケロちゃん。ケロちゃん、あ、カエルですね。ケロちゃんですね。です。はい。ぜひ皆さん作ってみてください。で、僕はちょっと反応を試してみたいと思います。どうか。はい。それでは、今日は何年か前に作った、ケロちゃんを作ってみたんですけれども、とても簡単なので、ぜひ、雨の季節になりますからね、作ってみてください。はい。それとあと、下にリンク貼っておきますけれども、ちのやまちもこちゃんっていう僕のお嫁さんです。奥さんがやってる YouTube チャンネルがあります。それに、カエルのネタを去年作った分があるので、ショートが2個と、本編動画でも今1分ぐらいなんで、よかったらカエル、ワインコルクで作ったカエルも結構、うち、僕がね、なんか嫁のことばっかり言うじゃないですか。完成的にはね、すごいものを持ってると僕は信じてるので、ぜひよかったら暇つぶしに見てあげてください。それでは、また会いましょう。 See you next time. Bye.